おはようございます。今の時刻は8時25分です。今日はチェゴのダンスカバーを撮影する1日密着になってるんですけど、はい、まずはね、安定のメイクからいきたいと思います。はい、今日も頑張るぞ。割と今日撮影して今日アップロードすることが多いんで、うん、結構朝早めが多いよね。うん、たまに間に合わなくてさ、ですから家まで走る。ファンデーション塗ります。最近ファンデーション始めました。ね、はるか初めてね。めっちゃいい感じ。やっぱさ、なんかさ、うん、冬でもちゃんと日焼け止め塗った方がいい、もしくはファンデーション塗った方がいいみたいな、やっぱうちはその時に学んだのよ。やっぱ大事だよね。なんか今は別に肌が荒れなくても、10年後20年後に支障出るよってめっちゃ番号で言われたのね。そうだから、うちは後ろに稲妻が走ったんだよ。うちも同じの使ってんだよね、違う種類だけど、めっちゃいい。これマジめっちゃいいよね。これすごい、ずっと前から多分ママたちの世代からね有名だけど、これめっちゃ伸びがいいんだよ。はい、じゃあメイクの工程は、あの結構長いので、毎日メイクの動画を見ていただければと思います。はい、ということでメイクは完成したので、今から髪の毛やりに行きます。それじゃあ髪の毛をやっていきます。今日は七三分けです。まずは普通にこうやってやって、こんな感じ。ここをね、こうやってね、こっちに持っていく。でこうやってやってケープで固めるとめっちゃいい感じになる。でもケープって下から上で上にやった方がいいらしいよ。で髪の毛があんまり荒れないように分け目のところにもちょっとだけケープやってる。なんかいつもよりぺちゃんこな気がする。いや、完成しました。ことでもうメイク完成しました。今から髪の毛をやります。今日はね、久々にあのくるくるパーマのあれをやろうかなって思ってます。一応意識してるのは、こっちの最初の髪の毛がこっちから始めるやつだったら段々になるように次の髪の毛はこっちからやるみたいなのは意識してるんだけど、忘れちゃったりね、適当にやってるから、同じ列の時とかも結構多い。せっかくロングヘアなのにさ、ヘアアレンジめちゃめちゃ苦手なんだよね。ちょっと誰かいいヘアアレンジ教えてください。頑張りたいとは思ってんだけどね、心の中では。完成しました。メイク終わったので髪の毛やっていきます。とね、マホは今日ね、ストレートにします。特にストレートにこだわりはない。ただもう超まっすぐだよみたいな感じでやってます。あ、でもここの部分をちょっとさ、なんかかき上げ風にしたいじゃん。だからそういう時はここ分けて七三か分かんないけど、でなんかここら辺を持って、なんかおーみたいな感じ。あれ、何多分いいと思います。はい、それでは今から行ってきまーす。今日は荷物多めですね。めっちゃ多いね。見えない。頑張るぞ。ということで、はい、今日はこちらの照明を使ってダンスの撮影をしたいと思います。今12時ぐらいなんですけど、ここから2時半まで撮影してやってきたと思います。はい、大丈夫だよね。うん、めっちゃいい感じ。全然崩れてない。頑張って踊りたいと思います。はい、頑張るぞ。おー、
験中でございます。こんなに裏側やるの初めてじゃない。確かに、なんかはるかがちょっと新たな特技を見つけたらしいので、はい、ちょっと見てもらってもいいですか。まずこういうやつあるじゃん、うん、なんか私なんか自分の中ではやりやすいタイプなのね。マオがやると思う。マオがやると、まあ、できてるっちゃできてるよ普通に。これができない。3個足5個。え、多分あれだよ。思ったんだけど、そうだよ。マジマオずっとね、え2個蹴ってたの。え、3個3個ドゥ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 して今日アップロードするので、はいはい、その準備をしたいと思います。おかえりー。え、ただいまー。来ました。今から編集します。サムネ作りますちょいと思う。今から編集で動画をつなげていきたいと思います。いつもは春香がつなげて、この緑の子がサムネを作ってます。あ、パブリックってなってる。あ、パブリックだからだはい、ということで15分で終わりました。曲をつなげるのと合わせるのがちょっといつも手こずるんですけど、無事完成しました。見ますか、みんなで。ここで変えた方がいいと思うんだよね、一番最後の。ねえねえねえ、確かに。と思います。判定。届かなかった。あ、なんかさ金魚の餌やりみたいになってる。はい、ということで編集を完了してアップロードも完了しました。イエーイ、お疲れ様です。私たちのダンスカバーの時のルーティンはこんな感じでした。はい、で昔はなんか結構ダンスカバー撮るのに8時間ぐらいかけたりとか、うん、もうだん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 さ暗くなってくるんだよ、そうそうそう、画面がだけども最近は3時間2時間ぐらいで短期集中で、まあ、クオリティの高いものを作れるように練習から気合い入れてやってます、はい。で今回私たちこちらお仕事でいただいたんですけど、ファンデーションなんですけど、はい、めちゃめちゃ良くて、実際使ったら超良くて、うん、こうやってみんなに紹介もしてるんですけど、一つ一つ性能が違くて、うん、全部で3種類あるんですけど、うんうん、まあ、まずはるかの性能から。はるかはこちらのブライトアップというのを使ってて、うんうんうん、でもはるかもともと肌が白い方だから、うん、肌が白い人専用のこのファンデーションを使ってます、うん、で前まではファンデーションを使ってなかったんだけど、うん、その理由がベタベタするイメージだったの、ファンデーション塗ると、うん、でマスクとかにつくみたいなイメージだったんだけど、琴音が使ってた時に、うん、はるかもファンデーション塗ってみようかな、でもベタベタするって聞いたら、うん、そういうあの少量でも伸びがいいから使ってみって言われて、うん、ここも塗ってみたらそんなベタベタしないし、うん、マスクにもあんまつかないから、うん、めっちゃいいと思って、うん、このブライトアップ使ってます、うん、マホはもともと混合肌だからナチュラルマットを使ってます、うん、基本的に踊ったりするとすごいもう肌テカっちゃったりするんだけど、これカバー力も高いし美容成分も入ってるから肌荒れしてる人にもすごいおすすめに
なっております。私はこちらエンリッチモイストを使っています。私は結構乾燥肌タイプで、ツヤ感とか結構求めてるんですけど、これはマジ少量でも伸びるし、ツヤ感もずっとキープしてくれるんですよ。うちこれ化粧直ししてないんですけど、ずっとツヤ感キープしてくれて、で初めてうちこれ使った時密着度がめっちゃ高くてびっくりしたの。少量でもめっちゃ密着してくれるし、厚塗り感もないから、本当にこれ1本で全然毛穴も隠してくれるので超おすすめです。でこれ本当にもうマジでお仕事でいただいたんですけど、超いいものだから、本当にみんなもぜひ使ってみてほしいです。そうですね、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上チャンネルでした。バイバーイ。 La, be, la, love.